こんにちは、オクラの羽賀と申します。今回はオクラから提案するシューズですね、おすすめの二方をご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ではそれでは一つ目からご紹介させていただきたいと思います。手前にご用意してある、スウェードのタイプですね。こちらプーマのウィークエンドという型をご紹介させていただきます。はい、オクラとしては今回プーマをそれぞれご紹介させていただくんですけども、取り扱いとしてレザーのシューズだったりとか、と一部、トレッキングシューズなんかはご用意があったんですが、こういったちょっとスポーツカジュアルみたいなスニーカーっていうのはなかなかちょっと取り扱いがなかったんですけど、今回、オクラの商品にもお待ちするものがあったので、ご紹介させていただきたいと思います。こちらの、ウィークエンドですが、商品のこうテーマというものが、週末にこうおすすめのシューズというところで、プーマが、1970年代に、世にこう提案したシューズとなります。でオクラとしても、こうカジュアルの取り入れもさせていただくんですが、あまりこう砕けすぎない、カラーリングとかデザインっていうのを、チョイスして今回こちらのウィークエンドをご用意させていただきました。デザインの特徴としては、プーマでは、馴染みのあるサイドのラインですね、スポーツ感の強いこうラインであったりとか、あとはヒールのアイコンのロゴですね、こちらもこうブラックで、ロゴはなく作られているのと、あとはプーマのシューズではおなじみですが、ラバーソールも、ガムソールっていうんですかね、いわゆるゴムのカラーリングというものが多いですが、今回の選んだものはソールがブラックになるので、少しこう締まった印象も受けられるようなデザインとなっております。こちらは、グリーンと、ここからインディゴなどの取り扱いが多いので、カラーを合わせたブルーと2色展開をご用意しております。続きまして、こちらですね、ベロファシスっていう形、こちらをご紹介させていただきます。こちらは、2000年代のデザインモチーフとなっていて、先ほどのとは違って、ランニングシューズを、デザインに着想したアイテムとなっております。非常に、定番的なスウェードとか今ご紹介したウィークエンドと違って、かなりこうボリューム感のあるシューズの作りとなっております。非常にいい履き心地充実しています。ランニングシューズがモデルとなっているので、ソールのちょっと厚みがあってしっかりとクッション性があったりとか、あとはアッパーも一部メッシュで用意しているので、非常に通気性も良く、長時間履くのには非常に最適なものとなっています。非常に持ってても軽量感もあって、普段使いにはすごい最適なんじゃないかなと思って、ご紹介します。こちらはカラー、1色のみなんですが、グレーブラックをチョイスさせていただいていて、オクラのインディゴ、ベースではありますが、このシーズンは、シルバーとかグレー系のアイテムなんかも取り揃えているので、そういったカラーを合わせて、コーディネートがしやすいようなベーシックなデザインカラーでご用意させていただきました。今回のコーディネートは、足元からちょっと考えて、選びました。今回履いているのが、グレーのベロファシスっていう、シューズをチョイスしたんですけども、足元のカジュアルスポーティーな雰囲気から、関連性のあるというか、少しワイドめのパンツよりカジュアル向きな、オクラでご用意してあるカーゴパンツを選びまして、ただオクラっていう世界観もちょっと演出できればなと思いまして、インディゴの絞り染めのカーディガンと、少し砕けすぎないようにカチッとしたジャケットをチョイスして、ラフすぎずかしこまりすぎず、少しこうバランスの取れた
コーディネートというのを選びました。今回は何でも合わせやすいようなベーシックなカラーのランニングシューズと、これから春先に向けてアクセントになるカラーのあるシューズ二型をご紹介させていただきました。アイテムに関してはオンラインショップもしくは店頭の方でご確認いただけますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。